では他の出品者と共有している商品詳細ページを変更したい場合はどうすればよいでしょうかまた自分が登録した情報を他の出品者が変更しようとしたときは何が起きるのでしょうかそのような変更は商品詳細ページのコントロール機能によって処理されます 出品者は誰でも商品詳細ページの変更を提案できますが各項目についてどの提案を採用するかはコントロール機能により自動的に決定されますこのシステムでは変更を提案している出品者のパフォーマンスが考慮されますこれには出品者の売上 返金率、購入者からの評価、Amazon マーケットプレイス保証申請があります。これらの指標と Amazon の出品規約を考慮して、カタログ上でお客様に提示すべき内容が決定されます。既存の商品詳細ページに変更を提案するには3つの方法があります。 一つ目の方法は最も一般的ですカタログ新規作成または既存カタログに対して出品を行う際に各項目に情報を入力するそれだけです入力された情報は自動的に他の出品者の提案内容と比較され比較結果に応じてカタログに変更が反映されます セラーセントラルの既存の出品情報を編集するには、インベントリドロップダウンメニューからマネージインベントリーを選択します。変更する商品のエディットボタンをクリックします。バイタルインフォタブで商品名を更新したり、ディスクリプションタブで商品説明文やブレッドポイントを編集・入力できます。セーブフィニッシュをクリックすると、提案した編集内容が送信されて審査に回されます。 在庫ファイルをアップロードして、出品情報の追加や変更を一括処理した場合も同様の審査が行われます。2つ目の方法は、画像の変更を提案する方法です。画像の変更を提案するには、インベントリードロップダウンメニューからマネージインベントリーを選択します。エディットボタンの横の矢印をクリックしてマネージイメージ図を選択します。 ここでメイン画像を変更したり、サブ画像を追加したりすることができます。一つ目の方法と同様、セーブした後に他との比較・審査が行われます。三つ目の方法は Amazon ショッピングページ上で行うものです。商品詳細ページをスクロールダウンし、アップデートプロダクトインフォまたはギブフィードバックオンイメージズをクリックします。 上記の方法で変更ができない場合や、商品詳細ページで間違った情報を発見した場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。コンタクトセラーサポートまたはゲットサポートをクリックして、プロダクトインベントリ、プロダクトページイシュー、フィックスアープロダクトページをクリックします。提案内容をフォームに入力して送信してください。うん